おはようございます。百秋ブログ店のうがです。やってますかー、おー。今日は5月24日の朝の部になります。今日もうが店長と一緒に素振りやろ。よし。はい。眠たくない。大丈夫。眠たくない。眠たいよね。でもね、よかったらもうビデオ見るだけでもいいので一緒にお付き合いください。というのも、このみんなと一緒にやらせてもらってるね、素振りライブも、1回5月31日で終了ゴールとなります。ここまで来たからには最後までやりきりたいと思います。その後は、どうするかっていうのはまだ決めてないんだけど、まあ、学校も始まるしね、勉強も始まるし仕事も始まると思うし、まだ決めてないんですけども、まあ、僕自身は個人的に振ってるので、また、やりたいなっていう要望があれば一緒にやらせていただきますので、もしやりたい人は教えてください。はい。そして、この残り、あとね、ちょうど1週間、来週の日曜日まであるんだけど、この1週間を最大限に使いたい、最大限に上手になりたいっていう人は、昨日僕が挙げた、サル君でもわかる正面素振りっていう動画があるんだけど、これ一本の中に、正面素振りの中に大事なことを全部詰め込みました。チェックリストみたいに足幅チェック、握り方チェックみたいになってるんで、もしよかったら見てください。こう動画で見て勉強する、そして実際に振ってみる、両方やることでこの1週間でもさらに上手になると思います。はい。では、今日からご参加ありがとうございます。じゃあ準備運動からいきます。朝はゆっくりやってください。肩回します。1、2、3、4、5、6、7、8、笑顔で。2、おはようございます、皆さん。3、4、5、6、7、8、はい、屈伸。1、2、3、4、5、6、7、8、2、2、3、4、5678、はい、新脚。1234567822345678、まだ起きたばっかりで体が寝てます。1234567822345678、じわーっと伸ばしましょう。はい、アキレス腱。1234567788、はい、反対。2234567788、はい、首回します。1234567822345678、はい、肩の力でいきます。肩を耳に寄せます。1、後ろにあります。2、3、ストーン。1、2、3、はい、もう一回。1、2、3、はい、ありがとうございます。じゃあ皆さんメッセージありがとうございます。じゃあ早速、素振り入りたいんだけど、昨日の疲れが残ってる人手を挙げてください。はい僕もちょっと疲れ残ってるんで、軽いもので今朝はやります。本当ね、無理しないでください。軽いもの使ってくださいね、朝は特にね。じゃあ僕最初ストーでいきます。はい、構えて。最初は上下素振りからいきます。手刀でも竹刀持ってるのと同じように、もう勝手に手がこの位置しか動かないみたいな癖が体で覚えるような、そういうイメージです。はい、構えて。上下素振り20本、始め。1、2、笑顔。3、4、5、6、気持ちのいい朝です。8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、最後20。はい、肩回してください。肩多分疲れてると思います。はい、肩回していける。軽いものでやってね。はい、じゃあ僕は次は新聞紙振ります。はい、構えて。朝7時から誰にも言われるわけなく、言われることなく素振りしてる自分をね、ほんと褒めてください。すごい、ほんとすごい。はい、構えて。上下素振り20本、始め。1、2、3、4、笑顔。5、顎引く、まっすぐ前見る。7、
8、9、10、ゆっくりでいいですよ。僕のスピードについてこれない人はゆっくり自分のペースでやってください。3、4、5、6、7、8、9、はい、最後20ですか。じゃあ次は僕は重たい僕とでいきます。上下素振りの時にどこまで振り上げるかって指導の先生によっても違うんですけど、僕昨日やったね、お尻につけるっていうのはもしかしたらすごくいいかもしれない。上下素振りの時はね、よかったら僕は次それでいきますんで、やってみたい人はお付き合いください。ちゃんと、お尻の真ん中割れ目に竹刀が当たってるか、そして大事なことは振りかぶった時に手の握りを緩めないこと。いますよ、このままの形でいきますね。はい、かばいて。みんなね、本当に上手になりました。上下素振り20本始め。1、2、お、体硬い。3、4、5、笑顔。6、7、8、9、10、1、笑顔。2、3、4、5、6、7、8、9、はい、最後20。よし、できる、いける、よっしゃ。おお、ちょっと体がまだ寝てるかな、大丈夫かな。ちょっとやっぱり夜の方が動くね。朝はだから無理しないようにいきましょう。僕も無理しないです。はい、参っていくよ。上下素振り20本始め。1、上下素振りは振り下ろしの高さ、膝の下まで振り下ろします。5、6、7、8、9、笑顔。10、そして上下素振りで最後左手が抜けないように、これ悪い例、2、抜けないように、3、抜けないように、4、5、しないでやってる人は右手ちょっと緩めてあげてください。ちょっと下の方持つ。8、9、はい、最後10、20。え、80本、もう80本か。ほう、じんわり汗かいてきました。たった10本とか20本でも、真剣にやると本当にちょっと汗かくというか、そういう感じありますよね。はい、構えて。次、上下素振り最後です。いきますよ。上下素振り20本始め。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、笑顔。1、2、3、4、5、6、7、肩を大きく使います。9、はい、最後100。はい、ありがとうございます。できました。ではお水1回飲んでください。その間にコメント、質問いただきます。はい、おはようございます。おはようございます。今日は、毎日素振りを振っている正春の誕生日。正春誕生日か。何歳になったの。ありがとうございます。何歳になった。よし、誕生日最高だね。はい、正宗、正ら、よし、やるぞ。ありがとうございます。3兄弟からです。お、出た、いい質問出ました。上下素振りを時々床に力が、床に竹刀が当たってします。当たってしまう、そういうことだね。よいしょ、竹刀でやってんだね。これは相手の、振ることに意識がやっぱりいっちゃって、最後のフィニッシュが、
まあちょっと難しいんだよね。やっぱり、ね、低学年だと難しいと思う。難しいと思う。当たる時もあります。その時はやっぱりどこまで振るか、相手の膝の下10センチ、ここまでしっかり振ってそこで止めると。もしかしたら左手が全然効いてないかもしれないんだけど、これはもうかなり上のレベルの話で、こうすっぽ抜けないですか。左手最後しっかり効かせたまま、下まで下げます。だから握りが緩んでると当たりやすいです。しっかりこの下の3本、この下の3本をしっかり持ったままやると下で止めやすいと思います。ね、最後スナップを効かせるようなことはしないんですけど、肩楽にね、膝の下で止めてください。はい、ありがとうございます。よし、じゃあいいですか。正面素振り。いきましょう。あ、今日僕軽い木刀使おう。軽い木刀使います。よし、久々に来ました。霧の木刀。いきますよ。はい、構えて。正面素振り50本。はじめ。1、2、お、軽い。3、いこう。4、5、6、7、8、9、10、1。正面素振りで大事なのは、フィニッシュの時の手の高さ。し、右手は肩の高さできてますか？6、悪い例やるよ。7、8、9、手元が低すぎる。10、1、2、3、4、右手は肩の高さ、左手は溝落ちの高さ。7、8、9、30、あ、20か、1、3、4、5、6、7、8、9、30、1。無理しないでゆっくりやってください。僕も軽い木刀使ってます。4、5、6、上げて下ろすを1拍子。1拍子。1、2、3、4、笑顔でやりましょう。5、誰にもやれと言われたわけじゃないです。自分からやろうと言ってきました。8、9、40、今は重たいものを振るより、まっすぐ振れてるかな。10、5、6、最後、笑顔で終わります。8、9、はい、最後、10。はい、50、ありがとうございます。一回水分休憩してください。よいしょ。朝から頑張るね。みんな頑張るね。はい、てるくん、毎日降ってんの。すごい。絶対うまくなるからね。はい、コテメンドやりますよ。昨日のありがとうございます。大丈夫です。TM さんありがとうございます。昨日のコテメンドやるからね。もうちょっと待ってくださいね。はい。じゃあ構えて。皆さんね、本当に、僕の気がつかない点、コメントいただいてありがとうございます。もうそのせいで、なんとかやれてます。ありがとうございます。じゃあ構えて。正面素振り、50番、始め。1、2、正面素振りは、一本一本大事にします。5、6、7、8、9、笑顔、10、1、足が歩くようになってないですか？ちゃんとしたすり足、思い出してください。5、すり足、6、7、8、笑顔、20、1、2、3、4、5、
6、7、8、9、30、1、振りかぶりは振り下ろしもそうですけど、腕の内側の五角形の位置を変えないようにします。6、7、別の言い方をすると、8、9、次40かな、40、手首の角度、肘の角度を変えずにそのまま上げる、そのまま上げて下げる。5、悪い例やりますね。6、これ腕が折りたたんじゃう。7、8、そのままの角度、9、はい、最後、50。はい、ありがとうございます。一回お水飲んでください。よいしょ。頑張ってくれました、今日も。はい、アッキー、やるぞ。アッキー、頑張れ。腰剣、よし、やります。よし、やるぞ。即興素振り。難しいの来たね。はい、ありがとうございます。即興素振り、ちょっとまた考えてください。僕もやり方見直しておきますんで、大事なポイント。はい。ではちょっと今日はお約束のコテ面倒、昨日の夜にねお約束したコテ面倒やりたいんですけど、その前にちょっとコテ面やっておきましょうか。コテ面いきますよ、構えたところから、今日初めて見る人もいると思うんで、コテ面、1、2、コテ面、1、2、ポイントは振りかぶりの高さが違うってことです。コテは相手の竹刀が見えるまで、この腕の下からね。面はこの腕の下から相手全体が見えるまで大きく振りかぶります。振りかぶりの高さが違う。それと打つ高さもコテと面で違うよね。使い分けないといけないよね。ですか？上手にできるようになる人はコテの時にも手の内使えます。ポクッというコテを打てるように頑張りましょう。はい、構えて。いきますよ。コテ面の素振り。ちょっと長いよ、今回は。はじめ。コテ、面、1、2、コテ、面、2、コテ、面、3、コテ、面、4、コテ、面、5、コテ、面、一本一本大事に振ります。コテ、メン、シチ、コテ、メン、ハチ、コテ、笑顔で、メン、キュー、コテ、メン、これで10本、50本いきましょう。コテ、メン、1、打つ高さ、違いますよ。振りかぶりの大きさ、違いますよ。コテメンシー、コテメンゴー、一本一本大事にいきましょう。六メンシチ、もう体で覚えます。メン八、コテメン、声も出してね。九、コテメン、これで20か。コテ、メン、1、2、コテ、メン、2、コテ、メン、3、コテ、メン、コテの振りかぶりの大きさは、振りかぶった下から、コテが、相手のコテが見えるまでです。笑顔、メン、7、8、コテ、メン、1、8、コテ、メン、1、8か、これで。コテ、メン、1、2、コテ、メン、1、2、コテ、メン、これで30。いきます。コテ、メン、これは強くなるわ。これは上手くなる。コテ、メン、一本一本大事に振りましょう。僕も一本一本頑張ってます。メン、3、コテ、メン、シー、コテ、メン、ゴー、
笑顔、6、7、コテップ、メッ、8、コテップ、メッ、9、コテップ、メッ、40、あと10回ね。1、1、コテップ、メッ、高さ使い分けてくださいよ。コテップ、メン、3、コテップ、メン、4、コテップ、メン、5、コテップ、メン、6、コテップ、メン、7、はい、最後、笑顔で僕は終わります。8、コテップ、メン、9、最後、コテップ、メン、1、2、はい、できました、拍手。なかったね、今大変だったね。お水一回飲んでください。すごい、できた。すごいわ。よくできるわ。よくできるわ。もう、はい。あ、鼻血トラブル。お、大変だ、大変だ。妹ちゃん、頑張らないでね。休んでね。早起きしすぎたかな。びっくりした。もうかわいそうにね、話出ちゃって。はい、行きますか。画面長、あ、めんめんどうぞ。ありがとうございます。じゃあ、めんめんどうぞも行きましょう。皆さんの、やりたいリクエスト、それが自分がやりたいと思って言ったこと、それは積極的に自分が動いてるってことなんです。自主的に動いてる。自分が言ったからには精一杯やるでしょう。だから上手になるんです。はい、全身名お願いします。はい、ありがとうございます。そしたら、ちょっと今のコテメンの続きで、コテメンどういきましょうか。お約束のね、構えて、ここから、コテメン、ド、1、2、3、コテメン、ド、1、2、3、いきますよ。じゃあ、コテメンドを20本でいきますね。はい、構えて。コテメンドのポイントは、ちゃんと手首を最後返すこと。いくよ。で、胴は横に振ったり、下から上に振ったりするんじゃないよ。上から斜め45度。いきますか。こう、たすきって書けるじゃない。たすき。あれのイメージです。たすきに沿って切ると。けさに切るって言います。はい、構えて。いくぞ。もうここまで来たらやるしかない。コテメンドを20本。はじめ。コテ、メン、ド、1、2、3。コテ、メン、ド、1、2、3。コテ、メン、ド、1、2、3。コテ、メン、ド、1、4。コテ、メン、高さ、打つ場所、全部違います。コテ、メン、ド、6、5か。コテ、メン、ド、6、打つ場所を意識して、コテ、メン、ド、7、コテ、メン、ド、8、コテッ、メッ、ドッ、9、次で10、コテッ、メッ、ドッ、1、今度朝からやってる人いないからね、すごいよ。1、絶対上手になるわ。ドッ、1、コテッ、メッ、ドッ、2、一本一本僕は大事にやってます。コテッ、メッ、ドッ、3、コテッ、メン、ド、シー、コテッ、メン、ド、ゴー、コテッ、メン、ド、ロク、コテッ、メン、ド、シチ、コテッ、メン、
ド、ハチ、テ、メ、ド、キュー、テ、メ、ド、十、二十。はい、ありがとうございます。ちょっと一回お水飲んでください。今日は結構、ハードだと思います。一回お水飲んで、コテメンの素振りも簡単そうで、しっかりやるとすごい難しいね。大変だね。ただ、昨日の動画でもやったんだけど、ただサル君がね、いい加減に素振りしちゃう、もう素面素振りなんて楽勝だってやってたんだけど、ああいう風にただ振ればいいっていう子が、ほとんどです。そんな中で上手になっていくって人っていうのは、自分で考えながら、もっとこうかな、ああかな、あの人うまいなとか思いながら、いろいろ工夫する人です。はい、必ずみんなできるようになります。はい、ショーター頑張れ、いくよ。じゃあ次30本は、めんめんどうどういきましょうか。リクエストいただいためんめんどうどういきますか。めんめんどどめん、さ、ここは左右面ね。次に左右どういきますよ。ポイントは、どうを打つときには少し腰を落とした方が打ちやすいですですか。実際のどうの位置も低いもんね。いきますね。はい、乾いて、しっかり手首返します。めんめんどうどう30本始め。めんめんどうどう、めん、間違えた、めんどうどう、めんめんどうどう、めんめんどうどう、めんめんどうどう、これで20から。めんどうどう、めんめんどう、もうちょっといけるね。めんめん、来た道帰ります。どうどう、めんめんどう、はい、次最後、めんめんどうどう、ありがとうございます。ちょっとオーバーしちゃったけど、これで400本ね。はい、ちょっとお水飲んでね。いよいよ次、最後100本連続で正面素振りで終わります。いいですか。今のうちお水飲んどいてね。左右素振りとか、胴の素振りとか、なんで大事かっていうと、この刃筋をね、ちゃんと意識することなんです。市内だと分かりにくいかもしれないけど、木刀でやってる人もうすごく、今がチャンスです。上手になるチャンス。コテメン胴の振り上げ、コテメン胴、最後の胴の振り上げね、すり上げを意識してますか。これは先生の指導によると思うんだけど、僕はあんま意識してないです。意識せずに基本の通りまっすぐ振りかぶって胴打ちの練習してます。もちろんこう最後返し胴みたいにしてくれてもいいと思いますよ。はい、でもそういう質問が出るってことが、これすごいことなんですよ。そういう質問が出ることがすごいことなの。ただ先生に言わされて、先生に言われてやってるんじゃなくて、自分で考えてるからこういう質問がいっぱい出てくるんです。すごい。はい、準備ですか。じゃあ今日も最後100本になりました。ここはやっぱり正面素振りで、一番いい正面素振り見てください。見せてください。まだ 300? 本当？またやっちまった。ありがとうございます。じゃあ行こうか。じゃあもう正面素振りやろっか。はい、構えて。店長、数が読めないのはもう皆さんご存知の通り、またか、またやってるよって思うかもしれないですけど、ごめんなさいね。本当に、その一言で救われてます。じゃあ正面素振りで50本いきますね。50本で終わります。はい、構えて、正面素振り50本始め。1 2 3 4、笑顔。5 6 7 8 9 10 1、腕の内側の五角形、形を変えないです。5 6 7、スピードが速い人は自分のペースでやってください。20 1 2 3
四、五、六、七、一本一本大事にします。九、三十、一、二、三、四、五、六、七、八、九、四十、一、二、最後、笑顔で終わりましょう。四、五、六、七、八、九、はい、最後、五十。はい。これで350ですね。ご指摘ありがとうございました。本当嬉しいです。もうそれがなかったらやばかったです。あきちゃん、頑張れ。あきちゃん、あきさん、あきさんですね。はい。赤西仁さん、はい、ありがとうございます。質問です。正面素振りの時、右手が左手ね。右手が左に入ってしまいます。どうすればいいですか。ちょっと待ってね。右手が左に入ってしまいます。右手が、ちょっと待ってください。右手が左？ごめんなさいね、すぐ分からなくて。右手がこうかな？こういうことかな？これは、まあ、一発で治る方法としては、お家にある大きいガラスの窓とか、まあ、鏡があればベストなんだけど、その中でまっすぐ振ってみてください。まっすぐ振ってみて。で、これでだいたい振れてない原因っていうのは、本当は剣道左手で振るんだけど、右手で振ってる時ですよね。右手で振ってる。で、これは重たいものを振ってると分かんないので、軽いもの、手刀でもいいです。最初これです。これです。振ってみてください。右手、左側に行きますか？絶対行かないと思います。行かないと思います。ね。で、これを次の段階は、最初手こうだったのをずらす。これで振ってみる。これで右手、左に行きますか？多分行かないと思うんですよ。ね、これをだんだん重たいものを重たいものに変えていってやっていくと。だから一見ね、遠回りに見えるんだけど、ちょっと戻ってみる。その方が結局は近道ですですか。はい、ありがとうございます。素敵な質問ありがとうございます。はい、構えて。今日僕ね、めちゃくちゃ汗かいてますよ。みんなもそう？いや、めちゃくちゃやった気あるね。はい、構えて。いや、やりきった感あるわ。はい、正面素振り50本。はじめ。1、2、笑顔。3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、七、八、九、頑張ってるな、みんな。二十、一、二、三、四、五、六、七、八、九、三十。さっき言った鏡の前で練習なんですけど、これは僕もずっとやってます。七、6、7、8、9、30、まっすぐ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、40、1、ただ振ればいいってもんじゃないです。3、最後のフィニッシュ。し、意識して、5、疲れてくると右手が落ちてきます。左手も落ちてきます。こういう素振りになります。キュッ、ここで頑張れるかどうか。1、2、3、し、笑顔。5、6、7、8、キュッ、はい、最後400。はい、ありがとうございます。お水飲んでください。お、ちょっとタオル。笑顔、ありがとう。コメントありがとう。あ、よし、今日は朝から一番きついんじゃないですか。
はい、住太郎さんありがとうございます。やはり丹田下っ腹に力入れてますか？入れてます。みんな丹田ってどこか知ってる？下っ腹って言うんだけど、丹田の場所ってきっちり決まってます。おへその下3センチです。いいですか？みんなおへそあるでしょ。おへその下3センチ、そこを下っ腹って言います。ね、はい、ちょっと今肩休めてね、最後正面素振り100本で終わります。いけますか？あら、あ、ごめんなさい、その前にあれだったな、また割りのリクエストだった？あったね。はい、じゃあまた割りいきましょう。追い込みます。また割りは構えて振りかぶって1、戻って、はい、2ですか。もう最大のポイントは体が倒れないこと、倒れないことですか。倒れないことできるね。はい、構えて。皆さんリクエストありがとうございます。リクエスト出した人は本気でやってください。いきますよ、これは宿題です。はい、構えて。また割りの素振り20本、始め。1 2 3 4 5 6、やばい、足がもうきつい。8 9 10、昨日のが効いてない？1、昨日のが結構効いてるよね。2 3 4、できる人はもっと深く。5 6 7、体まっすぐ。8 9、体まっすぐがしんどいです。20、はい、いけた、いけた。結構ここやばいね、ももが痛い痛い痛い。はい、乾いて。まだまだいきます。なぜならみんながやりたいって言ったから。はい、いきますよ。自分でやりたいって言ったことはもう最後までやっちゃいますよ。はい、構えて。また割りの素振り20本、始め。1 2 3、あ、違うや、尊虚の素振りか、リクエストいただいたのは、ごめんなさい。5、もうやっちゃいます。6 7 8 9、笑顔で。10、お、めっちゃ効いてる。1 2、できる人はもっと深く。3 4、慌てなくていいです。7 8 9、はい、最後40。はい、ありがとうございます。これぐらいやると多分次の日に、ちょっと疲労が残る、もしくは40以上の人だったら筋肉痛になると思います。はい、で、本当無理しないでくださいね。よし、じゃあ最後10本やっちゃおうか。もうここまで来たらやっちゃいます。はい、構えて。こんな日曜日のね、朝の7時からこんだけ素振りやってる人いないから、いないから、もう絶対上手になってます。はい、構えて。よいしょ、いくぞ。また割りの素振り50本、あー10本、始め。1 2 3、結構効いてるね。10、大きく振りましょう。5 6 7 8 9、はい、最後10。はい、お疲れ様でした、お疲れ様でした。450本、一回無尽でください。やりたいんですが、
取れない取れない、筋肉痛が取れません、取れないですよ。僕も40過ぎて筋トレとか始めたんですけど、もうね1週間ぐらい続く時あります、マジでやると気持ちわかります。今日の動画で、膝危ない、膝は危ないですよ。サポーターとかつけてもらった方がいいかもしれないです。今日の動画で最初に言ったこと覚えてますか？最初に言ったこと、今日の最初の動画で、最初のところでオープニングで、あと1週間で1回この素振り一緒にやってるののゴールが来ます。いいですか？あと1週間しかないと思って終わりをつけると毎回毎回が頑張れるようになります。今日もその1回です。いいですか？じゃあ構えて最後正面素振り50本で締めます。一番いい正面素振り見せてくださいね。終わりがあると思ってそこで集中力が生まれます。だらだらやってても意味ないです。いきますよ。はい、構えて、市内重たかったらどうぞ手刀でいいので、手刀でいいのでお付き合いください。はい、構えて、姿勢正してください。まっすぐ前見る、顎引く、胸開く、肩落とす、肩甲骨寄せる、左脇軽く締める、いいですか？一番いい構え。剣先は、この剣先ずっといったところが相手の喉元か左目。喉元か左目。これは先生の教え方によって違います。正面素振り50本。これで最後です。はじめ。1、2、3、4、5、6、7、一本一本、8、大事に振ります。9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、20、僕は真剣にやってます。1、みんなの真剣見せてください。2、3、4、5、6、疲れると右手の高さが下がってしまいます。8、こうなってないですか？9、30、肩の高さ。1、疲れた時こそ肩の高さ。3、4、5、6、7、8、30、1、左手で竹刀を上下します。3、4、5、笑顔、6、7、8、9、笑顔見せて、最後10本笑顔で終わります。1、2、3、4、6、一本一本大事にします。7、8、9、9、9、今日は相当ハードです。9、9、はい、最後、めー、やりきりました、やりきりました。からの、腕立て伏せいきます。はい、腕立て伏せ。難しい人は膝ついてくださいね。はい、ゴー。はい、ケンちゃん、ここ来ちゃった。行くよ。腕立て伏せ。はい、お尻上げない。はい、1、2、ケンちゃん、みんな見てるよ。3、4、5、6、7、8、9、はい、最後、10。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、けんちゃんも最初向こうで振ってたからね、ありがとうございます。よく頑張ってもらいました、はい。今日の素振りはかなりハードだと思います。かなりハード、一本一本真剣にやった人は絶対疲れてると思います。もうシャワーも浴びて美味しい朝ごはん食べてください。夜は8時からやります。あと7日で終わっちゃうからね。
集中、毎回毎回集中してやりましょう。はい、必ずみんなできると思います。じゃあ今日もありがとうございました。バイバイ。あ、今度新聞紙しないの作り方教えてください。あ、いいですよ。じゃあ夜一緒にやりましょうね。はい、ありがとうございます。バイバーイ。